デビット・ブライアン・コーンは MLB の元選手。ポジションは当主。アメリカ合衆国ミズーリ州カンザスシティ出身。1981年の MLB ドラフトで地元カンザスシティロイヤルズから3巡目に指名を受け入団。1986年6月8日のミネソタツインズ戦でメジャーデビュー。しかし敗戦処理としての起用がほとんどだった。 1987年開幕直前の3月27日に2対3の交換トレードでニューヨークメッツに移籍。5月12日のシンシナティレッツ戦で2失点でメジャー初完投、初勝利を挙げる。途中故障による離脱もあったが、最終的に5勝6敗、防御率3.71を記録。1988年は4月はべてリリーフでの登板だったが、 5月3日のアトランタブレーブス戦でメジャー初完封を挙げて先発に定着5月は5勝0敗防御率0.72 6月2日6月13日は10回を1失点に抑える高騰だったが勝敗はつかなかったオールスターゲームに初めて選出され1回を無失点に抑えた後半戦は8.9月に8連勝するなど11勝1敗 防御率1.92を記録し、シーズン通算で20勝3敗、防御率2.22213奪三振の成績でチームの地区優勝に貢献。ロサンゼルスドジャースとのリーグチャンピオンシップシリーズ第6戦で1失点関東勝利を挙げたが、3勝4敗で敗退した。サイヤング賞の投票では、オーレルハーシュハイザー、ダニー・ジャクソンに次ぐ3位だった。 1990年に14勝10敗233奪三振で、最多奪三振のタイトルを獲得。1991年は後半戦で、やや調子を落としたが、10月6日のフィラデルフィア・フィリーズとのシーズン最終戦で、スティーブ・カールトン、トム・シーバーのリーグ記録に並ぶ1試合19、奪三振を達成し、3アンダーカンプー。 14勝14敗241奪三振で2年連続の最多奪三振。1992年は8月23日まで13勝214奪三振、リーグ最多の五冠風をマークするなど好調だったが、8月27日に、ジェフ・ケント、後日発表のライアントンプソンとの交換トレードで、トロントブルージェイズへ移籍。シーズン通算で十七勝十敗。 防御率2.81、自己最多の261脱三振を記録。脱三振はメジャートップの数字だったが、リーグをまたいで移籍したためタイトル獲得はならなかった。チームは地区優勝を果たし、オークランドアスレチックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは2試合に先発し、1勝を上げてリーグ優勝に貢献。ブレーブスとのワールドシリーズでも2試合に先発。 勝ちはつかなかったが、チームは初のワールドチャンピオンの栄冠を手にした。オフにフリーエージェントとなり、12月8日にフルスロイヤルズと契約した。1993年は開幕から5連敗を喫するなど、11勝14敗に終わる。1994年は5月11日から5月22日まで3試合連続完封勝利。 1994年から1995年の MLB ストライキでシーズンが打ち切られたが16勝5敗、防御率2.94を記録し、自身初のサイヤング賞を獲得した。1995年4月6日に1対3の交換トレードでブルージェイズに復帰。9勝を挙げていたが7月28日に1対3の交換トレードでニューヨークヤンキースに移籍。 移籍後の2ヶ月で9勝を記録し、チームのワイルドカード獲得に貢献。シアトル・マリナーズとのディビジョンシリーズでは、第1戦に先発して、勝利投手となる。2勝2敗で迎えた第5戦でも先発し7回まで2点に抑えたが、8回に同点とされて、降板、結局延長11回の末に敗れた。1996年は5月に故障離脱するが、9月に復帰。 復帰戦のアスレチックス戦では7回を無安打に抑えた。11試合の当番で7勝にとどまるが、チームは地区優勝。テキサスレンジャーズとのディビジョンシリーズでは、前年に続き、第1戦に先発したが6回6失点で敗戦投手。しかしチームは、その後3連勝で勝利。リーグチャンピオンシップシリーズでも、ボルチモアオリオールズを4勝1敗で破り、15年ぶりの リーグ優勝を果たす。ブレイブスとのワールドシリーズでは、地元で2連敗を喫した後の第3戦に、先発、6回1失点の好投で、勝利投手となる。これで、流れはヤンキースに傾き、4勝2敗で18年ぶりのシリーズ制覇の立役者となった。1997年は12勝6敗、防御率2.82、リーグ3位の222奪三振を記録し、 二年ぶりのワイルドカード獲得に貢献。クリーブランド・インディアンスとのディビジョンシリーズでは三年連続で第一戦に先発するが、四回途中6失点で降板。チームは2勝3敗で敗退した。1998年は20勝7敗、防御率3.55を記録し、ロジャー・クレメンス、リック・ヘリングと並んで最多勝ちのタイトルを獲得。 20勝は10年ぶりで、メジャー史上最長ブランクの20勝となった。チームは独走で、地区優勝を果たし、ポストシーズンも勝ち抜いて、リーグ優勝。サンディエゴ・パドレスとのワールドシリーズでは、第3戦に先発し、勝敗はつかなかったがチームは勝利。結局4連勝で2年ぶりのシリーズ制覇を果たした。1999年7月18日、 インターリーグのモントリオールエクスポーズ戦で MLB 史上16回目の完全試合を達成。投球数はわずか88球だった。この試合はヨギベラデーで1956年のワールドシリーズで現時点で史上唯一の完全試合を達成しているドンラー戦が始球式を務めベラが補給するというイベントがあった。チームは2年連続でリーグ優勝し、 ブレイブスとのワールドシリーズでは、第2戦に先発、7回無失点で、勝利投手となり、2年連続の4連勝で、シリーズ連覇を果たした。2000年は、開幕からゼフ不調で4勝14敗、防御率6.91に終わる。チームは3年連続で、リーグ優勝を果たすが、フルスメッツとのワールドシリーズではリリーフで、打者1人に投げただけだった。オフにフリーエージェントとなった。 2001年1月11日に、ボストンレッドソックスと契約。7連勝を記録するなど9勝7敗、防御率4.31と、まずまずの成績を収める。オフに再び、フリーエージェントとなるが、2002年は、所属球団がなく1年間プレイせず、40歳となった2003年2月13日に、フルスメッツと契約。開幕ローテーション入りを果たすが、1勝3敗。 防御率6.50と振るわず、5月下旬に負傷したため、現役を引退。引退後の2008年からイエスネットワークでヤンキースの専属解説者を務めている。通算2668奪三振は MLB 史上第26位、9イニング平均8.28奪三振は第52位である。ありがとうございます。